候補者様に送る当選のためのワンポイント心理学第3回目は、初対面で仲良くなるコツその2をお届けしたいと思います。1話ずつ様々なテーマでご紹介をさせていただきますが、もっと早く学びたいとお考えの方は、私の著書であります10秒で必ず印象できる人になるをご一読くださいませ。はい、人の名前を覚えるのが苦手とおっしゃる方も多いと思います。私もですね、ご一緒にお仕事をさせていただいた方の顔は割と覚えられる方なんですが、お名前もですね、覚えるのが本当に大変だなと思っております。立候補される皆様方の場合は、お一人で不特定多数を相手にされる場合が多く、全員のお名前をいきなりは難しいかと思いますが、せめて大人数の際はキーマンとなる方の名前は覚えることがコミュニケーションのコツですよね。初対面で仲良くなるコツその2の答えは、相手のお名前をしつこいくらい入れるなんです。人が人に好意を持つ要因の大きな一つとして、承認欲求を満たしてくれる人に好意を持つという法則が挙げられます。社会生活の中で誰かに認められたいという本能から来る生きる人間の持つ基本的な欲求であり、誰でもこの欲求というのは持っています。世界中の誰でもです。初対面なのに会話の中に、選挙太郎さんはこの件についてこうされたいのですね、選挙さんのご意見をいただいて、また新たな視点が開けました、ありがとうございますなど、とにかく相手のお名前をしつこいぐらい入れるんです。あらゆるビジネスに活かせる初対面のテクニックでもあります。その理由付けが何であるかを心に留めていると、有権者の思いやポイントがさらによく見極められるようになるでしょう。ぜひご活用ください。はい、まあでも初対面から名前をしっかりと覚えていただいて、誰々さんはどう思われますかと問いかけられると、あ、人間として大切に扱っていただいてるんだなという気持ちがしますよね。候補者様に送る当選のためのワンポイント心理学第3回目をお届けいたしました。ありがとうございました。今日も頑張ってください。いってらっしゃい。